2学期から新校舎への移転が決まっている高松市の小学校で最後の思い出作りです。取り壊される予定の校舎を児童の絵で彩る、その名も校舎の思い出プロジェクトです。校舎をキャンバスに見立てて思い思いに絵を描きます。高松市の江南小学校です。1996年に建てられた現在の校舎は老朽化で取り壊されることが決まっています。294人の児童は2学期から隣の中学校の敷地に建てられた新しい校舎に移ります。江南小はなくならないんですけども、校舎は変わるということで、まあ、時代とともに移り変わっていくけど、記録に残しておくと自分たちの学校への思い出っていうのも増えていくんじゃないかなと思います。子どもたちの作業は明日も続きます。夏休み期間中の8月には校舎を一般に開放して地元の人たちと一緒にお別れ会を開くということです。